靴下おじさん。靴下おじさん。靴下おじさんってすごいおじさんなんだよ。すごいおじさんだよ、それ。お二方が選ぶ最高のサウンドを奏でていると思うギタリストを教えていただきたいです。最高って言われても難しいよね。むずいね。最高って言われても難しいな、それ。でもみんな好きそうだなって思うのはやっぱジョン・メイヤーかな。だからジョン・メイヤーのアルバム聴いた時に、あ、これギターのいい音なんだなっていう。そうだよね。感じはするけど、別に最高とは思わない。プレイのも問題じゃないの。プレイだね。でもさ、ジョン・メイヤー結局レイボーンじゃん、流れ的には。でもレイボーン結局地面だもんね。結局地面なんじゃないの。マックスは地面なんじゃないの。最高だなって難しいね、やっぱね。この人のギター最高だなみたいな。ねえ、自分もやっぱ日によって全然違うからな、と思う。そりゃむずい質問だね。何が好きかって話だよな。でもやっぱギタリスト的のなんかやっぱ王道路線でいくとやっぱジョン・メイヤーの、だからまあ地味編の系譜だと思うけどね。君自身はどう？俺？うん。って話だと思うよ。俺はね、あんまり興味ないんだよな。俺は自分の好きな音を出したいくて楽器やってるからね。ああ。で、沼に入っちゃってるわけだもんね。そう、あんまり。あんまり参考にしてないかもしれないな。難しいです。はい。靴下おじさんからの質問がありまして、はい、続き読みます。はい。ちなみに私は地味編の晩年のサウンドが最高で。やっぱりか。何注意ながらやるか。